2段階に そ, っそう急に来ましたね。そっから来ました。どうしてもそれが喋りたい。はい、前回じゃなくて前に第1回目ね。第1回目です。ああ、レイバン触れましたね、ちょっとね。の、偽サイト、語った偽サイト、はい、うん、はい、SNS アカウントを乗っ取ってってやつですね。 そ, う そ, う、まあ、その時に、うん、2段階認証をやっていれば大丈夫だって言いたかったんですけど、はいはい、うん、そもそも2段階認証ってちょろっと言って分かる話じゃないっていうことがありまして、うんうん、改めてちょっとその2段階認証の今、はい、っていうのを取り上げたい。2段階認証の今、まあ、そういう俺たちにとって2段階認証とは何だろう。2段階認証は何を俺たちに教えてくれたのか、重要ですよっていう話をしたいんですけど、はいはい、急に交渉だったね、びっくりしました ね。正直私たちもやってますよね。まあ僕もちろんめっちゃやってますよ。やってますけど、みんなやれよって簡単には言えないじゃないですか。うん、まあそうですね。理由としては、まあいろいろね、手間かかるしね。面倒なんですよね。面倒くさい。わかります、気持ちはすごく。だけどそれは分かっていつつも皆さんにぜひやってもらいたいっていうのを今回取り上げたと思います。うん、そうね。まあね、それはやっぱり対策、さっき言ったその 前回じゃないけど1回目取り上げた、はいはい、そのアカウントの乗っ取って、はい、まあ、そこから何かされるっていうのに対して、まあ、対策として非常にね、うん、こう有効だから、こうやりましょうやりましょうって、はい、僕らもしてますね。うん、言うわけですよね。乗っ取られるっていうことは、まあ、例えば弱いパスワードを作っていたり、うん、簡単にね、うん、誰か他の人から推測できるような、ね、みたいな、弱いサイト、弱いサイトから、はい、盗まれた ID とパスワードの組が使い回されている結果、同じパスワード ID を入れたら入れちゃいました。うんうん、他のところが複数のサービスで単一のパスワードを使い回したやつですね。原因としてあったりする、うん。はいはい、ね、あります、あります。例えば、まあ強いパスワードを作ってました。うん、だったらその、まあ、推測はされないけれども、それと同じパスワードを他で使ってたら、うん、ごそっと抜かれてやられちゃう可能性があるわけですね。まあ、芋づる式にやられていきますね。だから、まあ、そこが原因だとすると、まあそのね、強い、まあ、いわゆる強い他からは推測されないようなパスワード、はい、まあ、長くてこう、うん、ランダムなね、規則性がないようなね、うん、規則性がないパスワードをどのサイトにも全部きちっとつけられれば、うん、まあ多分そういう攻撃を、ね、受けるってことはないんだろうけど、うん、まあ、現実問題はなかなか難しいわけですよ ね。全部覚えられないし、はい、まあ、そもそも全部ちゃんと、ね、書いてつけたかどうかもバラバラが、もうそもそも覚えてない人もいるでしょうしね。そう、結構ほら、はい、使い回ししてたらちょっと、いや使い回してませ ん、って覚えてない人もいるわけですよね。いますいます。あとほら本人はこれは大丈夫だろう、このパスワード強いしって思ってても、うんうん、実はなんかその、ね、攻撃する側からすると、はいはい、そんなに強いパスワードじゃないない場合もあるでしょうね。ありますよね。うんうん、だそういうことを考えると、まあ、強いパスワードつけてくださいねというのは簡単なんだけど、なかなかできない場合もあるから、はい、そういう場合の、まあ、その保険的な対策というか、まあ、仮に突破されたとしても、うん、もしパスワードがもう漏洩したりとか、はい、追跡されたとしても、その場合でもログインされることを防ぎましょう。防ぎましょう。うん、それが2段階認証、うん、それはね、まあ、私たちがメリットとして考えてるからやってる。そうですね。でそれはすごく効果が高いと思うんですよ。なんでこう、まあ、面倒なのは確かにハードルが高いのはおっしゃる通りなんだけど、はいはい、そこをね、なんとか突破して、そうですね、使ってほしいなっていうことですよね。パスワードを突破される前にってことですね。突破される前に。全体的に2段階認証、いろんなサービスが使えますけど、ね、今だいたいよく使われてるのって、うん、あれですよね、そのパスワード ID 入れてパスワードを入れると、はい、その後もう一回、はい、6桁の数字を入れてくださいみたいなのが出ると、はい、ありますね。でその数字は、まあ、SMS 携帯 の, 携帯の SMS ですね、あらかじめその携帯番号を登録しておいて、はい、SMS で番号が通知されるか、はい、ないしはまあ専用のアプリをあらかじめ登録しておいて、そこで表示される6桁の番号を入力するジェネレーターみたいなやつですね。まあ、こういう感じですよね。はい、うん、基本的にはスマートフォンが、鍵になってくれると、うん、なので、そうですね、これを持っている人かどうかが分かれば、あ、本人なんだなっていうのが分かるっていうところがポイントになっているのは、うん、ね、2段階認証。そうですね。あとはアプリで認証するっていうのもありますよね。うん、このログインを許可しますか、またツイッターとか、うん、ツイッターなんか、あとはマイクロソフトアカウントもそうですよね。うん、でポップアップみたいなのが出てきて、うん、許可しますってやったら初めてログインができるっていうやつですね。うん、それはつまりアプリの、例えばツイッターならツイッターの、公式のアプリに自分のアカウントでログインしている状態で、はい、どっか別のところ、はい、別のブラウザー PC のブラウザーとかからログインしようとすると、うん、アプリの側に、はい、
今別のところからログインしようとしてますっていうのが出てくるってことで、ブラウザの方にもあのアプリ認証を飛ばしましたので、そっちで操作してください。でもその操作できるのは本人しかできないの で、ね、本人がは、まあ、承認ってやって初めてログインできる、ね、だからブラウザの前でログインしようとしている人とそのアプリでスマホを持っていてログインしている人が、まあ、同一でってことを確認してるわけですね。そうです、うん、そうです。なかなかね、だから仕組みとしてはすごくよくできていて、できてる、うんうん、簡単になりすませないですよね、まあ、うん、問題はその2箇所にちょっと面倒くさい部分があると。まず1箇所は設定ですよね、うん、あ、その2段階をオンにする、オンにするっていう設定が面倒くさいのと、ね、うん、その毎回毎回その、ログイン認証を OK するとか SMS が飛んできたり6桁数字入れたりっていう作業が面倒くさい。確かに確かに、うん、この2つがあるかと思います。それぞれちょっとそんなことないよっていう、まあでも設定はね、うん、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ面倒くさいです。最初は面倒くさい、面倒、はい、うん、くさい、だから各社やっぱりすごくそこ面倒くさいっていう前提で作られてるんで、はい、割とGoogle の2段階認証の設定の方法だとか、うん、かなり工夫して分かりやすくなるように、分かりやすくなるように、うんうんうん、作ってありますよね。そうですね、その、あとはそうですよね、その面倒くさい、まあ、もちろん面倒くさいんですよ。面倒くさいが面倒くさくないかったら面倒くさいですよ、うん、でもその面倒くさいの部分に勘違いがあるんじゃないかなと思ってることが僕あって、うん、まあ、よくその2段階、まあ、あと2要素って言い方もありますけれども、銀行がやっぱりそういうのを徹底し始めてる。最近ね、その金融機関の不正な振り込みとかっていうのがあって、はい、そのね、金融機関側もそれを防ぐために、うん、まあ、振り込む前に、数字を、ね、トークンが配られて、うん、トークンがこのハードウェアが配られてて、うん、その数字を入れてくださいみたいな、ね、あれもなんか2段階の、そうです、そうです、ね、大事な処理の前には2段階の認証してっていうことですね、うん、あれ、まあ、銀行によって、まあ、仕様がいろいろ違いますけど、例えばログインの時にもいるし、はい、振り込みの時にもいるとか、ありますね、うん、まあ、でもログインはいらんけどお金を動かす時にはいる、うん、あとは住所とかの設定を変える時にはいるとかっていう、まあ、いろんなバラバラなんですけど、あれ毎回入れるじゃないですか。あれはね、どこかで基本やる時にはこう重要な処理をする時だから、うん、まあ、毎回当然必要になってきますよね、うん、なってきます、なってくるじゃないですか。でも、うん、その僕らが今話をしている、まあ、銀行以外はツイッターだとか、まあ、ドロップボックスだ、ワンドライブだ、いろいろありますけど、そういうのって毎回入れるわけじゃないっていうのを知らない人もいるんじゃないかな。そこ勘違いしてる人かもいるかもしれないですね、うん、ログインするために毎回これやらなきゃいけないのみたいなね、うん、まあ、もちろん毎回入れるサービスもあるとは思うんですけど、ほとんど今僕たちがよく使っているサービスってその時だけにすることができますよね、うん、1回ね、最初の1回ログインする時だけ、うん、その2段階認証をやって、ね、あとはこの端末からだったらもう2、はい、許可するってやつですね、許可するっていうふうに設定すれば、もうその端末からは2段階認証は1回だけです。そうですね、1回、まあ、2段階するときにそのチェックをつけて2段階のパスワードを入れてログオンすれば、うん、それ以後はそのブラウザーからはいらないですよね、うん、だ結構そのやってしまった後はそんなに必要になってくるケースってないので、まあ、思ってるよりは面倒くさくないかもしれない、うん、な、普段はまあ普通の一般のユーザーの方だったらいつも使っている PC のこのブラウザーから大体いつも使うとか、うん、このスマホのこのアプリから毎回使うとか、大体使う環境で決まってるはずですね。それを登録しといて、あらかじめこれは信頼できる機器だから大丈夫ですって登録しておけば、その機器はもう2回目以降は2段階認証必要ないわけですね。 ID とパスワードだけ、うん、そうするとじゃあどこに聞いてくるかっていうと、その情報を不正に盗んでいって全く違うところから、はい、そのユーザーのアカウントを使ってログインしようとする人がいたときに二段階認証が効いてくるわけですよね。だから僕らの手間は、はい、まあ、最初はかかるけど、最初はそう、2回目以降の手間はそんなに関わらないけど、変わらないけども、うん、さっき言った乗っ取りとかの被害を防ぐっていう効果はすごく依然としてあると、うん、だそこが多分誤解されてるところですよね。と思うんですよね。おそらくね、おそらく、うんうん。なんでやっぱり1回、まあ1回目はそれめんどくさい、もちろんめんどくさいのは認めますけども、ちょっとなんかいっぱいサービス皆さん使ってると思うんで、まあ何でもいいから、そうですね、1回使ってほしいなっていうふうに僕は皆さんに言うようにはしてるんですよね。そのめんどくささを上回る、その、うん、まあ、乗っ取られた時の、まあ、最近のね、宮さんも言ってたけども SNS アカウント乗っ取られちゃうと人生終わるぐらいな、結構インパクトがあることがありますよね。ありえますよね。だそういうそのリスクっていうか危険を考えると、まあ、最初ちょっと面倒、設定面倒だし、ハードルは高いんだけども、それでもそれを上回るね、こうメリットっていうか、やる価値があると思うんですよ。そうですね。あとはなんか使い回してるかもしれへん、うん、弱いかもしれへんっていう不安を払拭できると思うんですね。もう分かんないでしょ。だって、うん、いちいち全部さ、だってどこのサイトにどういうパスワードでログインっていうか設定したかすらも覚えてないこと。今しかも1回アカウント作ってそれ以降使ってないサービスも、ね、僕も結構あるんですよ。忘れちゃってるとかあって、うん、もしかしたらそこで使い回してる可能性もないわけじゃないわけですよ。はいはいはい、覚えてないけど。でそういう場合でもね、そういうこう危険っていうかその心配をね払拭できる。うんうん、
保険対策、ね、安全かどうかっていうのを加えて安心できるっていうのはやっぱ大きな要素やなと思うんで、うん、メリットとして大きいですよね、うん、だ例えば、まあ、今最近のサービスだと、まあ、Apple のアカウントもそうだし、はいはい、Google とか Facebook とか、うん、あと何だろうな、ツイッターもそうだし、ドロップボックス、エバーノート、ワンドライブ、そういったね、こう、まあ、多くの人が使っているであろうクラウド系のサービスとか SNS のサービスって、ほぼ全て対応してきてますよね。うん、今2段階の年収に、うん、ここ3年ぐらいで対応してきてるんで、アマゾンもね、ついこの間、そうですね、アメリカのアマゾンは対応してるし、日本にも来るんでしょう、ね。おそらくね、もうすぐなると思うんで、うん、まあ、そういうの中から。まあ、これはちょっと大事だぞってやつを1個ね、一回試しにね、うん、取り上げてやってみるっていうのが、で宮田さんおすすめツイッターのおっしゃったけどね、アプリの認証がいいって言ってたんで、まあ例えばツイッター使ってる人は、ツイッター多分使ってると思う、使ってる人はツイッターをねやってみるとかね、そうすると、あの実際ログインするときに、あのスマートフォンのアプリの方にこのログイン許可しますかしませんかっていうのが飛んでくるんですね。で、あのよく言われる、ね、最初の頃2段階認証といえば6桁の数字を入れるみたいな、うん、アプリを入れて、そういう煩わしさがない、ね、QR コードを設定してみたいな、はいはい、煩わしさがないんですよ、まあ、あのもう一つちょっとその電話番号をしっかり登録しなきゃいけないっていうのはあるんですけども、うん、あのここでねちょっと電話番号抜かれるの嫌だっていう人もいるかもしれませんけど、あのそれを超えるメリットは多分あると思います。確かにね、まず最初に使ってみるのにはいいかもしれないです ね、うん、まずそれでちょっとこう、まあ、でもメリットってね、なかなかねその被害を受けないのがメリットなんで、うん、やってみてよかったっていうのはちょっとなかなかね実感しにくいって、まあ、そうですね、あるんですけどね。まずその SNS とかを使う前に銀行系 あのいわゆる2段階認証だとか、うん、あのセキュリティカードっていうやつ、はい、あれはあのお金に直結するんで、あのやった方がいいやなっていう、あ、それはそれとしてね、はいはいはい、確かにそれはそうですね。ただそれプラスアルファでウェブサービスでも2段階認証は1個はぜひ体験、うん、いや本当にお金動かないけど、うん、SNS とかだって乗っ取られたら本当、そう、いろんなものをばらまいちゃったりとかする、うん、まあ、人生終わるかどうか分かんないけども、まあ、信用かなりダメージ受けるよね、でかいでかい、うん、あのそれこそ変な、ね、あのコンビニの冷蔵庫に入りましたみたいな写真を捏造されて、やられた、投稿されたら、なるほど、ね、炎上するかもしれない、全く知らない人から炎上されて、こいつの勤めてるとこここだぞみたいな言われたら特定されて、ね、自分はやってないけども、うん、もうみんな信じちゃうでしょっていうところが、まあ、悪意を持った人がやろうと思えばできなくはないですからね、うん、だからそういうのを防ぐ意味でも、あのやった方がいいですよね、はい、うん、でもし1個やって、はい、お、なかなかそんなに大変じゃないじゃんって分かったらね、うん、まあ、順番に1個ずつちょっとずつね、うん、まあ、僕らみたいにね、こうとりあえずできるやつは全部やろうぜ的なのは、まあそれはそういう人でいいんだけどもはい、はい、うん、まあ普通の人はさ、とりあえずできるところから一個ずつね、うん、やってもらえれば、うん、そうですね、うん、まあ、全部やるに越したことないけど、まあできるところはちょっとずつやっていかないと多分そうそうそう全部こなせないと思うん で、 うで、ね、できるところからちょっとずつ、ね、あの言い寄せだけど、はい、いいことばっかりじゃなくて一応悪いことがこう、あ、2段階印象の悪いやっちゃうともっと面倒な大変なことがいくつかあって、はいはい、例えばスマホがログインの時にないと、うん、ログインできなくなっちゃう。あ、その登録してなかった時ですか、ブラウザーを登録してなかった時の会社の PC とか、もし万が一違うところからログインしたいと思っても、はいはい、スマホ忘れてたらログインできなくなっちゃうっていうメリット、うんうんうん、あ、デメリットね、デメリット、うん、があるんで、まあその、まあ、SMS なりそのアプリなりが使えるデバイス、スマホを、まあ当然だけども常に持ち歩いてないといけない、それが一つ、ええ、携帯しておけるということですね、うん、そうそうそう、はい、あとその携帯電話がもし使えなくなっちゃったりとか電話番号が変わっちゃったりだとか、うん、電話なくしちゃったりだとか、あと機種変更したりだとかっていう時に使えないと、これも結構トラブルで、はいはいはい、その時にもし新しい端末からログインしようとするとできない、ね、え、自分が弾かれる、そうなんですよ、はいはい、それはちょっと注意しておかないで、一応そういう時のためにその、まあ、例えばバックアップ用の、ね、こうログインできる、はい、行動4つとか6つとかね、発行するだとか、まあいくつか代替の手段っていうのは用意されてるから、まあそれを使うっていうのはあるんだけど、一応そういうねデメリットもあるってことは一応知った上で、そうですね、はい、使ってほしいな、まあそれでもそういうのがあってもメリットの方が僕は上回ると思ってるので、ぜひ使ってほしいと思ってるんですけどね、何か一つから始めるっていうことで、ね、これ読んでない聞いたか、読んで聞いた見たハードル高いですけどね今回はね、まあ、まあでも1個ハードル高いですけど、まあツイッターからツイッターからまずこんなにみんなが推してるんだから、はい、まあまず1個やってみましょうよ、まあ、あのこのお二方に免じてぜひやっていただけると非常にありがたいな、よかったなって思う日がきっと来るかな来るかなでもこれ周りが被害に遭ってたら自分は被害に遭わないと、俺セーフだからね、自信って言えると思うんで、確かに確かに、
そうですね、俺はレイバンなんてつぶやかないぜみたいないやいや、まあ、決してハードル上げないほうがいい、決してつぶやかない、決してつぶやかない、そうそう、あのネバー、そう言えるんですよ。あのなのでぜひ、はい、まず一個だけでもいいです、 SNS の2段階認証、うん、ってほしいですね、ぜひ体験してみてください、うん、でダメだったらオフにしてもいいですけども、いや頑張ろうよ、そこ頑張りましょう、リスクよりもメリットの方が上回ると思いますので、うん、ぜひそれは間違いない、まずやってください、ぜひやってみてください、はい、そんな感じで、はい、そんな感じで、じゃあパ